ネットフリックス、日本では2015年9月2日からサービスを開始しています。私も2015年に早速登録をし、今も登録をしてたまに見るんですけれども、すべての作品を見る時間はありませんので、すべてを網羅しているわけではありません。そしてこの中で私の、テイストに合うといいますか、この作品はぜひネットフリックスを見る機会のある方へはおすすめしたい。その中でもネットフリックスオリジナル作品、ネットフリックスでしか見れない作品の中からよりすぐって5作品紹介したいと思います。このチャンネルの中ですでに紹介した作品も含まれておりまして、少し古い作品もあるので、すでにご覧になっている方もたくさんいらっしゃると思いますが、5作品紹介させてください。そしてその中で一つだけ、6作品なんですが、このビッグバンセオリーと言いますが、これだけはオリジナル作品ではありません。ところが昨日2021年5月1日にシーズン11が日本のネットフリックスで解禁になりまして、これだけは見逃せないということで、今回中に入れさせていただきました。全体では6作品ありますが、この1作品だけはオリジナル作品ではありません。4人のオタクの男子ですね、科学者なんですけれども、すごく頭脳が高いんですね。頭がいいっていうことですね。そのオタクの生活を送る中で個性的な女性たちも入ってきてですね、すごく面白いコメディとなっております。セリフ一つ一つが秀逸で、いつも元気をもらえる作品ですね。1話が30分と見やすく、さらに1話完結なので、どの話から見ても楽しいです。こちら2人、背の高い方がシェルドン、低い方がレナードで、ルームメイトです。同じ大学の科学者同士でルームメイト。この2人のお部屋の向かい側に美人のペニーが引っ越してきたことから話は進んでいきます。ペニーがですね、なんとこのビッグバンセオリーの中の不思議の一つで、皆さんこの全員、このキャストの役名は名字もあるんですね。シェルドンであればシェルドン・クーパー、レナードだったらレナード・ホスタッターとかですね、あるんですけども、ハワードならハワード・ウォロイツ。ところがペニーだけは名字がないんですね。シーズン1からシーズン12までで、ファイナル迎えましたけれども、ペニーは一度も名字が出てきません。シェルドンは小学校で高校まで卒業し、大学にまで入ろうとするぐらいの天才少年で、そのまま天才物理学者となっています。それで普通の人とは違う、そういった癖もあってですね、それがまた面白さに磨きをかけているんですが、こう集っている全員がそれぞれ個性的で、一人もキャスティングミスがないと言われた作品です。本当に一つ一つが面白くてですね、それぞれ頭が良すぎて空回りしたり、セリフのこうやり取りが面白かったりですね、シチュエーションも面白くてですね、もう大好きな作品で、実は当期アメリカのドラマや映画の中で1位だと思います。本当に面白いですね。それでは次の作品からネットフリックスオリジナル作品に入っていきます。2015年登録をして初めて見た作品がアンブレイカブルキミー・シュミットでした。こちらの作品です。キミー・シュミットさん、こちら主人公の女の子なんですが、すごい境遇で、なんと15歳でカルトの教祖に騙されて、地球はもう滅びるから地下施設に逃げないと自分たちは生き残れないという、騙されてですね、15年だったかな、30歳になるぐらいまでずっと地下に閉じ込められてた女の子なんですね。それが奇跡的にこう FBI が突っ込んできて解放されて、最初にこうニューヨークで住み始めようとするんですね。こちらこの建物のオーナーの女性と話し合ってる場面なんですが、彼女は何もないんです。お金は少しもらったけれども、そのかわいそうな境遇だったから少しお金が国から出たということで、でこちらゲイのこの男性ですね、ゲイなんですね。面白いんですよ、この方も。この作品も当期個人的にキャスティングミスが一人もいないなと思うぐらい個性的でですね、いつもならいじめられたら少しかわいそうになる、そういった向きの作品も多いんですが、彼女はいじめをいじめと思わないんですね。その前に地下施設でずっと閉じ込められていた経験の方が強いので、全てがポジティブに見えるんです。でこちらですね、テーマソングを歌ってる方なんですが、このキャラクターもすごくてですね、アンブレイカブルキミー・シュミットはテーマソングがとにかくすごいです。女性たちっていうのは強いんだっていうような歌い上げる歌で、
こういった地下施設から生き延びた女性ということでですね。で、これは完全にコメディです。コメディなので、一つ一つがまた面白いんですね。大変な境遇でもぶっ飛ばすというようなパワーをもらえる作品だと思います。2015年、ネットフリックスに加入して初めて見た作品が、アンブレイカブル・キミ・シュミットで本当に幸せだったなと思います。次にオリジナル作品で、2番目に見たものが同じ2015年、グレイス&フランキーです。この女性たち2人の物語なんですが、70代の女性たちが突然それぞれの夫から離婚を告げられます。しかもその理由が、この夫たちがゲイで、二人で結婚したいということで、それぞれの奥さんに別れを告げるんですね。そこから不思議な共同生活になっていくんですけれども、ビーチハウスが素晴らしく美しいんですけれども、この夫たちは同じ仕事を共同してもう頑張ってたんですね。まあ、このグレイスを演じているジェーン・フォンダも素晴らしい。現在84歳には見えないぐらい美しく素晴らしい女優さんなんですが、まあ、この役の中で夫が弁護士なんですね。で、それの助手だったようなものが、このフランキーの夫。近所に住んでいて、ずーっと一緒に、まあ、お互いに、まあ、悪口も言い合いながらですね、やってたんですが、それぞれ突然70代に入って、夫から別れを告げられた。これがそれぞれの夫です。こちらも面白いんですけれども、それぞれこの夫同士で結婚するんですね。ゲイになっていて。これも面白いんですけれども、シーズン1の第1話から本当に面白くって、もう笑いが止まらなかった作品ですね。次にご紹介するのが、ネットフリックスの代名詞ともなった、ストレンジャー・シングスですね。こちら2016年にスタートしています。私が、アンブレイカブル・キミ・シュミット楽しかったな。そして、グレース&フランキーも期待を裏切らなかったという中で見つけた作品がこちらだったんですね。それぞれシーズン1とかシーズン2ぐらいしか見てないんですね、私。すべてを見てるわけではないんですが、このストレンジャーシングスは最初少しホラーな感じだったんですね。怖いような感覚で始まるんですが、そういった作品の中に子供たちが非常に馴染んでいて、こちらエルと呼ばれる女の子がスーパーパワーを持っています。さらに先ほど出てきたウィルという男の子が行方不明になってから話はスタートしていくんですね。で、ウィルのお母さんは絶対に息子はそこにいるんだということで、みんなのこう精神を振り切って必死にウィルを探すんですね。こちらは男の子たち、4人の男の子とエルのこう物語で入っていくんですけれども、なんて言うんですかね、80年代がこうベースとなってるんですね。で、架空の街として、まあ、描かれてるんですが、アップサイダウンっていう別の次元の世界がすぐそばにあって、そこにウィルという少年が入ってしまってから、この真ん中の男の子です、おかっぱの。で、この子がこのアップサイダウンに囚われてるっていうのがシーズン1の大まかなストーリーなんですけれども、なんて言うんですかね、ノスタルジックであり、この不思議と謎解きですよね。こちらがウィルのお母さん役、ウィノナライダーなんですが、この迫真の演技も素晴らしかったですね。少し落ち着いたトーンで子供たちが孤軍奮闘、頑張っていくっていう、こういったストーリーがお好きな方には刺さる作品だと思います。次にオリジナル作品、おすすめは、レイジング・ディオン。こちらはシングルマザーの子育ての物語なんですが、その子供が、まあ、黒人の親子なんですけれども、夫に先立たれて、それで一人で一生懸命この小学校低学年の男の子、ディオンを育てるんですが、実はディオン君、スーパーパワーを持つ少年でした。そしてこの作品がすごいところは、惜しげもなくディオンが持つスーパーパワーを見せてくれるところですね。現在は映像でたくさんの今まで現実的ではなかった映像を見せる技術が発達していますので、ぜひスーパーパワーや魔法などは私たちが日常でなかなか見ることができない、そういったシーンをたくさん作って見せてほしいなっていう気持ちがあるんですね。そういった欲求をこのレイジングディオンは満たしてくれます。本当に今普通の会話をしているんですね、親子は。もうそろそろ眠りなさい。明日学校でしょとか言ってる次のシーンにディオンのスーパーパワーを見せる。素晴らしい演出だと思いますね。レイジングディオン、ぜひご覧ください。次は5作品目、Dead to Me です。こちらです。金髪の背の高い方がジェンという役の方で、背の低い方がジュディという役です。この作品、脚本の力がすごくってですね、トップクラスだと思いますね。この脚本ありえないです。書けない、こんな脚本は。例えばジェンの夫が、
こう引き逃げされてしまうんですね。命を落としてしまうんですが、それがですね、この隣にいるジュディなんですね。ですからそれを黙ってジェンに近づくんです。私に何かできることがあればという形で。で、それがですね、ありえないんですよ。だって自分の夫を引き逃げした女性なんですから。この第1話ですぐにそれがわかるんですけれども、それがですね、なんて言うんですかね、無理のある設定なんですけれども、脚本で見せていくんですね。で、二人の演技力も素晴らしいんですが、なんとこれですね、ところどころ、ふふって笑えるんですね。で、私、自分の感覚がおかしいのかなと思って、この作品のこうあらすじなど見ていると、なんとコメディと書かれてました。ありえないコメディです。新しいコメディの幅を広げた作品だと思いますね。サスペンスタッチで完全に事件をベースにした作品なんです。本当に事件があって、それによって二人の女性の生き方も変わるし、こう不安定にもなっていくんです。ところが、ところどころふって笑えるんですね。本当に不思議な感覚になりました。最初に見た時に脚本すごいとどんどん引き込まれたんですが、他のネットフリックスの作品とは違って地味に見えるんですね。ですから私も自分自身の感覚を信じることができずに1年置いてまた見てみたんです。やはり脚本がすごいです。これはもうぜひ見ていただければと思うんですが、まあ、すごくおすすめします。ネットフリックスまた新しい作品もどんどん出してきますので、気になった作品があれば、その都度ご紹介できればと思っています。まあ、今回さらっと駆け抜けてみました。もし機会がある方はご覧いただければと思います。トッキーでした。それでは、おやすみなさい。